ケイトはこの階のはず。病院は嫌いなんだよ。そうだね。でもケイトのことを思うと、面会できるようになってよかった。少しは落ち着いたかな。マックスに会いたがってるよ。埋まってんだろ。だといいけど、なんか緊張する。ただそばにいてやればいいんだよ。私は外で待ってるからさ。こないだケイトの電話に出たからってブチギレて悪かった。マックスが正しかった。あの子はひどい目に遭ったんだろうな。でもマックスが助けた。私と同じように。ごめんな。ありがとうクロエ。でももういいよ。私たちチームでしょ。だな。ケイトにうちらが仇を取るって言ってやりな。そうね。そうする。マックス。ああ、ケイト。もう会えないかと思った。私バカなことして本当にごめん。ケイト、いい？ケイトは何にも悪くないんだよ。悪いのは他の人たち。ケイトに会えて今私がどれだけ嬉しいか。本当に良かった。聞いたら変かもしれないけど調子どう？マックスが来てくれたからずっと良くなった。あの時は本当にありがとう。私もうどうしたらいいか分からなくて。でもあなたがどれだけ心配してくれてるか気づいたから、私は一人じゃないって信じられた。マックスのおかげだよ。私だけじゃない。ケイトにはもうたくさんの味方がいるんだよ。そうね。どれだけ手紙やハガキが来たことか。お花は私にはもったいないから他の患者さんにだいぶあげちゃったけど、風船だけは取っておくの。看護師さんがペンと紙をくれたから絵も描いてる。ケイトの絵好きだよ。しばらくは暗い絵ばかりだったけど、いじめについて絵本を作ることを思いついてね。写真も入れようかなって考えてるところ。私にその本のための写真を撮ってほしいってことかな。わかりにくかった？写真といえばマックスでしょ。それとね、明日家族が来たら退院できそうなんだ。みんな元気？私を一生守るって勢いよ。今度のことがショックで多分後ろめたい気分なんだと思う。ブラックウェルのみんなからもたくさん手紙が来てびっくり。ダニエルに、ジェファソン先生に、ビクトリアまで。それも上辺だけじゃない気がする。うん、人を信じることは大事だよ。なかなか難しいけどね。この絵だってほんと大変。ありがとう。妹さんたちのおかげだよ。ウェルズ校長もこういうこと書くんだ。すごくいいね。ビクトリアまで。でも姉さんはなしか。ビクトリアは女王様気取りだけど、本当は悪い子じゃない。ケイトの描くキャラ大好き。感想を書くのも続けてるんだね。良くなってってちょっと違うよね。綺麗な花。テイラーにしては気が利くね。これでケイトが安眠できるならいいと思う。また絵を描くようになったんだ。よかった。ケイト、元気そうだね。よかった。何もかもマックスのおかげだよ。何か聞きたいことがある顔してるけど、どうしたの？
ケイトとおしゃべりしたくて。今週はお茶できなかったしね。じゃあ埋め合わせに今度ポートランドまで喫茶店ツアーにでも行こうか。いいね。ついでにウォーレンも誘ってみたら？ウォーレンのことどう思う？頭が良くて面白くて優しい人だと思う。かっこいいしね。絶対マックスに気があるよ。週末デートに誘われてるんだよね。どうなることやら。でもこんな時に男子と出かけてていいのかな。ううん、行くべきだよ。ケイトがいてくれれば恋の悩みもあっという間に解決だね。マックスには幸せになってほしいから。ビクトリアの手紙見たよ。どう思う？ビクトリアは確かにその意地悪なとこもあるけど、全ての罪は許されるべきだと信じてるから。彼女もきっといろいろな悩みを抱えてるんだと思う。そうだね。私もビクトリアがペンキかぶった時慰めてあげたらちょっと分かり合えた感じがした。そんなことあったんだ。でもなんでビクトリアは意地悪するのかな。自信がないんだよ。劣等感があるから威張ってないと不安なんだと思う。なんでかな。もっと自信持っていいのにね。ビクトリアを救ってあげられるとしたらケイトしかいないよ。ううん、もっと根が深い問題だと思う。姉さんが犯人だって証拠をもう少しでつかめそうなの。姉さんには叱るべき罰を受けさせなきゃ。これ以上犠牲者を増やしちゃダメだよ。ほんと、退学にしてやれなかったのが悔しいよ。でも姉さんのお父さんがそんなことさせないと思う。うちの親よりひどいよ。姉さんは今どうしてるの？しれっと今夜のパーティーに顔出すつもりじゃないかな。あれだけのことしてお咎めなしなんて。私に任せて。姉さんの部屋番号さえ分かれば忍び込んで証拠を探せるんだけど。私も協力する。部屋番号を調べてスマホに送るよ。ありがとうケイト、頼りにしてるよ。これ以上姉さんを野放しにできないよ。そろそろ行くね。捜査を進めなきゃ。元気な顔を見られてよかったよ。ありがとう。マックスは優しいね。ウサギの世話もしてくれて。アリスによろしく伝えて。またこうやってケイトと過ごせるなんて嬉しい。私がどこまで運命を変えてるかはわからない。でも運命は一つしかないって誰が言ったの？はあ、考えると頭ぐちゃぐちゃになる。どうだった？元のケイトに戻ってきてる。よかった。来てよかったな。ついてきてくれてありがとう。次は姉さんのお見舞いに行くとするか。あいつは嬉しがらないだろうけどな。